ちょっと待ってね。あの、ちょっと行ってくるわ。 いやーちょっと待ってストーリー忘れたえーどうするんだっけえーとノーチラスじゃねえや 曲あるとメール読みづれな <laughs> この曲でメール読みづれな大丈夫違和感ない違和感ない持ってかれる ゲームを下げるかちょっと待って <coughs> これってこっちで下げるべきなのかなすいません神曲なのに神曲下げてすいませんえ今でも相当小さいぞこれさらに下げんのゼロになるぜ音 これだとどうなるあ音ゼロかゼロは寂しいなちょっと待ってよ音でけんだけどなんで これが,これがい一番下ってゲーム内って確か音ないんだよねゲーム内って音なかった気がするんだよねあったっけそもそもさ あこれか。 でかすぎたんだよな、ね、そもそもよちょっと待ってこれでもどのタイミングで読むのって話でちょっと待ってちょっと待っていろいろやるのがきついえー、っとマップどうやってみたんだっけ ?M か下下の方 だぞ聖徳太子じゃなきゃできない無理だろこれれ戦闘待つか 敵出てきたっけかえ昔出なかったよね 出たっけかーえてか強く出ていなにこれえあれ俺装備してないもしかして何もそんなわけないよ勝手に守るから てか、敵の強さビビるんだよ。はあ、いや、混乱か、これ。 メールね <laughs> <laughs> ちょメール何にしようかな <laughs> 普通歌とさ、えっ、ー、と2、2週分あんだよ。じゃあ、先々週の分、あ、じゃあ、先週の分からいくか。先週のテーマエピソード。ん違う 無理じゃないかこれ無理じゃないこれ <laughs> これ無理だなあ気づいた無理だどうしようただでさえこういうの苦手なのにさ もうラジオ感のなさがやべえ。 エピソードってさ、私の周りのかっこいい人。 でいいのかなあれちょっと待ってそうだよね私の前のかっこいい人でいいんだよね やりながらは無理。 <laughs> えっとちょっと待ってねすんげえ量あるんだよな2周あるからすーげえ量あるんだよな逆に多めに読んであんまり深く掘り下げないっていう感じにするか。 そっちのはいいよね多分全部は読まないけどささささってねっはいじゃあねーラジオって今後メールやんないのいやそんなつもりはないよただ溜まっちゃったからとりあえずあのーラジオじゃない時に読もうかな 掘り下げれそうなものがあったら掘り下げるって感じでしょうか <laughs> はいじゃあ生駒エンジェルからねええ、梅原さんこんばんは私の周りのかっこいい人がテーマということで <laughs> エピソードではありませんがテーマについての質問です 私は R さんが大好きです。しかしコメントではよく痛い、きつい、やべえやつなど言われていてとても悲しいです。かっこいいかどうかというのはその人のイメージに左右される部分がかなり大きいと思うのですが、R さんがやってもかっこいいこととはなと思いますか繰り返しになりますが、僕は R さんのことが大好きです。ちょっと待ってね。猫が餌をしまってんな。ちょっと待ってね。どうしよう。 多すぎちょっとって先に絵下げちゃおうわ。 えーっと <coughs> なんだっけ ?R さんか。R さんがやってもかっこいいこと。 長距離の運転とかかなえー、っとじゃあ次いきますね。 えーっと、ちょっと待って、これ。よく考えたら、メールを事前に読んでねえから、今読まなきゃいけねえんだな、これ。これは困った。 えっと、そしたらね、えヤーサさ,さんかな。えー、っと、こんにちは、投稿3回目になりますが、よろしくお願いします。テーマ、私の周りのかっこいい人。人の悪口をすごい爽やかに言える友人がいます。大学の講義の中でちょっと騒がしい人がいて、あるときみんなで集まっているときに、あの人ちょっと嫌だよなという話題になり、 しかし、やっぱりいない人の悪口なので、どことなくみんな罪悪感があったのですが、え篠、ー、田くん、かっこ加盟という友人が新たにその場に来て、お、みんな何の話してるのというんで、例の講義ちょっと気にならないと聞いたら、ああ、あのね、嫌な人がいる。と、すっぱり断言し、あの人めちゃくちゃうるさいよね。と言い切ってしまったので、みんな爽やかすっきり、その場の悪口大会もあっという間に終わってしまって、その後色とその話題になりませんでした。 なぜかその人がいるとマイナスの空気があっという間にプラスに変わる人。梅原さんの周りにもいませんかいるかなこんな人。うん。いるかなーあのー、なんだろうな。 悪口ってそもそも俺別にそんなに、なんだろう、嫌な感じしないなと思ってて、ただその、愚痴は嫌いなのね。愚痴が嫌いで、うん。愚痴の、愚痴には参加しないんだけど、悪口は別に面白ければいいかなみたいな感じ。悪口は全然面白ければいいかなって感じ。 なんかな何事も陰湿なのが嫌いだから、まあ、悪口は全然あの言うのも聞くのも全然面白いなと思うんだけどだ愚痴になると嫌だなっていう感じ。えー、とあとはね えっと。S <S 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 えー、難しいなえー、っとヤタリングさん上原さんこんばんは自分が小学校3年の夏休みの出来事です市のプールに行くのが楽しみでえー その日も長い時間遊んで、さあ帰ろうとしたところ、施設から出て車道に面したあたりで、早く帰ろうと急に走ると、派手に転びました。プールで皮膚がふやけたせいか、特に片方の膝は肉が見えるくらい真っ赤で、血もだらだらと出ている状態。不安になった自分は動けないまま大泣きしていると、少し経ってバイクが自分の目の前に止まりました。ヘルメットを取ると、 えー、近所のいつも無口な兄さんでした。真剣な顔でひどい怪我だな、待ってろと言い、兄さんが着ていたち、チェックのシャツの片方の袖を躊躇なくビリビリと破り、自分の膝に巻いてくれました。歩けるかと聞かれ、痛かったけど、巻かれたシャツから力をもらえる気がして、うんとうなずくと、えー、頭をくしゃっと撫でて、いつもは見せない笑顔を見せ走り去っていきました。もう何十年も。 前の話ですかたまに思い出してあんな大人になりたいと今でも思います。とのこと。うん。いや、これさ、その、結構ね、あるん、結構メール来てるんだけど、なんだろう。そのエピソードを俺が紹介して、メールを読んで、俺が言うことがあんまないっていう <laughs> ことに気づいた。 ああかっこいいなっつって終わる。ということに気づいたこのテーマエピソードはそうこれはねだから難しいあのい結構いっぱい来てんだけど <laughs> ああそっかかっこいいなっつって話が終わるんだよな 次、次ラストかな。次ラストかな。ちょっとこれは難しいね。話を広げるのはとても難しい。えー せっかくだから初めて送ってきてくれたフ読むか。あの、テーマエピソードはね、テーマエピソードは、うん、これで終わり。えー えっと、じゃあ初の人。バルログ一筋さんね。えー、梅原さんこんにちは。初投稿です。早速本題です。私の周りでかっこいいのは、ダントツで上司です。信長と家康と龍馬のいいとこ取りをしたような人です。大胆不敵で、同時に極めて、えー、用心深く、どんなピンチにもうろたえず、常に対局を見て勝負し、必ず勝つためのシナリオをいくつか持って仕事し、 どんなに忙しい時でも部下の言葉に耳を傾け、的確なアドバイスをし、極めて頭の回転が速く、記憶力も抜群で、関西人らしく笑いを取るのが本当に上手で、文字通り大トでも対等にコミュニケーションができ、誰よりも厳しいが何より自分に厳しく、それ以上に誰に対しても深いところで優しいという感じです。要素が多すぎてもわからん。どんな人か見えてこない、これ。 <laughs> 私はこの上司に6年間お世話になりました。そんな超人のような上司でもできないことがありました。社内で一から全く新しい事業を作ろうと、えー、6年間奮闘しましたが、最後はトップの指示で撤退となりました。えー、彼がやったことを強引にストリートファイターで例えるなら、100年以上流犬など同義族しか絶対に使わないポリシーの会社の中で、同義族が安定的に 使いやすく強いことはよく理解している。でもシリーズやバージョンが変わった時にいつも強いとは限らない。このままでは会社としていつか先細りになってしまう。会社の将来のためには新たに残業不使いを本気で育てるべきだと主張して実際にその部署を立ち上げた感じです。結果としてこのチャレンジは失敗に終わりました。当たり前のことですが、組織に属する以上組織を本気で変えるためには個人としての優秀さだけでは足りない。組織運化ストップを取り込まなければダメだというのが結論です。 上司もそのリスクは当然よく理解していました。えー、それでも上司は残芸府部署を軌道に乗せてトップに残芸婦を認めさせるチャンスにかけ文字通りあらゆる手段を使ったのでした。逆にトップの方もそれは分かっていたものと思われ優秀な私の上司が会社の本業の流権を使わないことを苦々しく思いながらも今まで上司を自由にさせたなと思います。よく仕事に追われるということを耳にしますが上司のように仕事を追いかける姿勢を持たないと 本当にどんどん自分が失われていくように思います。私も上司を見習い、改めて自分のしたいことを本気で考え、細々とコツコツ実行しています。梅原さんもいつまでも何か追いかけるかっこいい個人でいてください。今後も応援しています。なら、あの、まあ、こういう感じなんですよ。この人多分ね、一番長かったんですけど、こういう感じなんですよ。だから、あの、 大体こんな感じなんですねそうだからあのー、うんこれはちょっとあの何て言うんだろうなこうやっぱテーマがやっぱねこれ広がりづらくはありませんか 広がりますかこれこれちょっと難しいなうんそうだなちょっとテーマ間違えちゃったなすいません結構送ってもらったんですけどちょっと まああの一応俺は全部読んでるんで一応俺は全部読んでるんではいあの普通歌に普通歌に普通歌にいきますねえー えっと、じゃあ、三上さん。えっと、梅原さんへ、こんばんは。なんかね、普通音はね、結構広げれそうな話いっぱいあるんですよ。こんばんは、梅原さん、BSTV のスタッフの皆様、いつもラジオ楽しく楽しく聞かせていただいております。えー、通常テーマですが、梅原さんは、制約と契約による力はあると思いますかハンター×ハンターでは、制約と契約というふうに、自ら制約を抱え、 何て読んだろうな。順守って読むのかな。何て読んだこれ。わかんねえな。ことで力を得ることができます。昔はこの発想自体はかっけえ。ん昔はこの発想自体はかっけえって思っています。が、今となってはこれは事実であると感じています。あ遵順守だね、順守。えー、富樫先生の洞察力には感心します。 梅原さんはその力を体現している方だと思っていますが、自分自身の制約と契約があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。えーっと、これはね、あの、うん、あると思うなあというか、あると思うっていうか、俺はやってる。制約と制約あ、ごめん、せ、ん 制約と、いや、契約とか言ってるけどね。契約じゃないのこれ。制約と制約か。これは、えっと、制約と制約だね。あ、ごめん。制約と制約だ。制約と制約。あ、いやいや、制約と制約です。すいません。えっと、 いやいや、制約と制約です。えっ、ー、とね、そう、制約と制約。はい、すいません。俺が間違えた。うわうわうわ、危ねえ。ちょっと危ねえな、マジで。ちょちょちょ,ちょ,ち,ょちょ、危ねえな、これ。 <laughs> ちょ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 ,ちょやばすぎるなんでなんでこんな時に限ってうわなんだこれああ FF かびっくりしたあれ ちょすいません。えー、っと、あ、そう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 。これはね、あると思うよ。えっと、少なくとも俺はね、えっと、格闘ゲームだけ頑張るって感じで、あの、やってる気がする、これを。なんか、他のことはもうそんなに頑張んなくても自分を許すんだけど、えー、その代わり格闘ゲームだけは妥協しないぞ、みたいな。 ののやってるからまあその分頑これはねあのまあうん誰しもに当てはまるのかどうか分かんないけどうんやってるねうんこれをやってるうん格ゲーだけはちゃんとやるから他のことはあの手抜いてもいいよねっていう感じで自分にこうなんか うん、やってる気がするはいえー、とじゃあ次で、ね、結構パン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 いきますよクソババアが声だめに落ちよったさん梅原さん翔平さんこんばんは毎回ラジオ楽しく拝聴しておりますクソババアが声だめに落ちよったと申します えー、梅原さんに質問なのですが、梅原さんは生まれ変わってもプロゲーマーになりたいですかそれとも別の職業についてみたいですかあるいは人間以外の虫や動物になってみたいですか、えー、梅原さんは言語能力に長けている方なので、表現の幅が狭い虫や動物に転生されるのは非常にもったいないような気もします。というか、梅原さんをはじめ各ゲーマーはほとんどの方が面白、遠く人間なので、 人間以外に転生するのはそもそももったいないかもしれません。ギリギギと。えっと、プロゲーマー生まれ変わってもっていうのはこれあれかなえっと、時代は今なのかな現代に生まれ変わるんだったらプロゲーマーになりたいかもしれない。結構いい,しいい仕事じゃない今。これから先どうなるかわかんないけど。かなりなんかこう、面白い。 よね今の状況ってうん全然やりたいな全然やりたい、うん、はいそしたら次バンバン読んでるか、えー、あじゃあクソババはクソババアもう一個あるわ、えー、梅原さん翔平さんこんばんは え毎、ーまあ、回ラジオ楽しく配聴しております。クソババは声だめに落ち寄ったと申します。えー、っと、私は学習塾を経営しています。あそうなんだえー、それなりに面白い塾を作っているという自負はありますし、そこら辺の塾よりは生徒をしなやかな人間にしてあげられる自信もあります。そんな自信過剰気味の私ですが、 先日、梅原さんが配信されたストファイブ初心者講座対空編には敗北感を覚えました。教育者として強い劣等感を覚えたのは久しぶりです。わかりやすい上に壺まで買いたくなりました。悔しいです。えー、本題に入りますが、梅原さんは学校を作ることに、えー、興味ありますか梅原さんが校長あるいは学園長を務める学校があると、 世の中結構面白くなるのではと思います。いわゆる学校の先生に教育されるよりも、面白いおじさんが身近にいた方が子供にとって良い成長につながると私は思っています。よろしくお願いします。まあ、結論から言うと、学校を作ることに興味は別にないです。っていうか、教えれることがないです。うん、教えれることがないですね。 でもね、あのえー、っとまあ大げさに言ってるんだとは思うんだけど結構ねそのもともとえー、っとまあこの初心者講座をやる前に思ったのはえー、っと俺が思った る以上にというかその子供の時にさ、えっと、学校の先生って教えんの下手だなって思ったのさ、子供心にね、小学校とか中学校の時に、学校の先生ってなんか教えんの下手だよなって思ったのね。なんでかっていうと、全くやる気にならんから、こっちが。全くこっちがやる気にならんから、ほんとこいつら教えんの下手だなっていうか、当時は教えんの下手っていうよりかは、なんか、 つまんないな、こいつらって思ったんだよね。教えるのが下手か上手いか下手か知らんけど、マジでつまんねえなっていう。それで、えっと、で、なぜそう思えたかっていうと、あのね、うちの親父がね、ものを教えるのがね、むちゃくちゃ上手いんだわ。どんなことでも、例えば、まあ俺にもさ、なんかこう、宿題とかをやるとか、ね、そういう時期があって、で、 そういう時にさ、わかんないから、聞くわけ、親に。で、えー、っとね、うちの姉ちゃんは教えるのはめちゃくちゃ下手なのね。うちの姉ちゃんは教えるのはめちゃくちゃ下手で、あの、え、なんでわかんないのっていう人の、わかる人だから、わかる人だからわかんないわけ。わかんない人の気持ちがわかんないわけ。で、まあ、どっちかっていうと、うちの母親もそれに近い。うん、まあ、うちの姉ちゃんほどじゃないけど、なんでわかんないのっていう感じ。 そうでも、ち父はねその点で教えるのめっちゃくちゃ上手くて、えどんなこと、どんなね宿題つまんなそうな宿、まあ、ってか、宿題なんてつまんないじゃん。つまんない宿題でもね、聞くとね、すげえ面白く教えてくれるんだよ。うん。で、こう、なんかワクワクさせるのが上手くて、まあ、こんな風に教えてもらえれば学校でもこれ勉強すんのになってよく思ったのよ、子供心に。で、えっと、まあ、結局、 学校ではそんな先生に出会わなかったから勉強好きになることはなかったんだけどで,大人になっでもね大人になってみて気づいたんだけどよくよく考えたらあんなに面白く教えてくれる人っていないなって思ったんだよねその学校の先生がつまんないなって話じゃなくて大人になってからも出会わないなって思ってひょっとして俺が子供の時にうちの親から教わったうちの親っていうかうちの親父から教わったなんかこの のを教えるっってていうそのやり方って結構レアなレアというか貴重なもんなんじゃないかなって思ったんだよね年取ってから。でこう見よう見まねというか昔教えてもらったあの記憶を頼りにちょっと見よう見まねでやってみてるのが今の初心者講座なの。うんだから子供心にこういう風に聞けばなんか興味持つのになあって思って。 興味持つのになーっていうか興味持つなーって実感したことを真似してるだけ。どんなねつまんないことでもね面白くねやる気にさせてくれたんだよね学校数学の宿題とかさ。そそうそうまあっていう体験はあったね。 えーっと、梅原さん翔平さん、えー、これはなんだ、ひ明さんね。梅原さん翔平さん、スタッフの皆さん、こんにちは。またもゆるめのノリの、もしもネタの投稿です。もし梅原さんが誰でも好きなストリートファイターのキャラクターと対談できる、もしくはしなければならないとしたら、誰とどんな話をしてみたいですか えー、波動拳って実際当たると痛いんですか熱いんですかや、ぶっちゃけ省流拳ってどこが禁じ手なんですかなどの一般目線の質問や、このバージョンの流には一言言ってやらないと気が済まないといったプレイヤー目線のクレームなど、など、梅原さんが彼らにリアルで会えるとしたらどんな質問をぶつけるのか気になったので質問してみました。カプコンが声優さんと調整してくれれば、 ワンチャン実現できる企画かもしれないですね。はい。追伸。先週の放送を聞いてびっくりしたのですが、えー、なんと私の誕生日は翔平さんと全く同じでした。まさかの展開に思わず再生中のスマホを二度見して、椅子からひっくり返りそうになりました。一週間遅れですが、翔平さん、お誕生日おめでとうございます。 まあ読んどいて言うのあれなんですけど別にないですね <laughs> <laughs> なんかあるかなあー <laughs> ないなくない <laughs> ある あの開発者、当時の開発者とか、キャラクターのデザイン担当した人とかだったら話してみたいかな。うん、いや、あのね、ごめん。あの、なんだろうこ。メールをね、精査してる、してなかったのよ。今回ゲストがいたから。からとりあえず読んでるから。うん。まあでもせっかく読んだし、なんか一つぐらいあるかな。 いや、ないな。ごめん。ないわ。<laughs> あるわけねえわ。<laughs> あるわけねえわ。ごめんね。あるわけがねえわ。<laughs> えっと、ちょっと待って。ある程度精査して読むね。<laughs> えー、あ、これいいですね。これいいですよ。匿名の方なんですけど、あ、匿名なんですね。えー、山野さん、スタッフの皆さん、はじめまして。 梅原さんの初心者講座いつも楽しく、えー、拝見させていただいてます。スト5のプ,プリープレイも重なり、この度、えー、未プレイだった私も始めてみようかなと思っています。そこでお聞きしたいことがあります。えー、私は今まで格ゲーとは無縁の人生だったので、一緒にプレイしてくれる人がいません。友達を誘ってみたのですが、難しそう。興味がないという理由,う理由で断られてしまいます。 初心者は、格ゲーコミュニティ一緒に、一緒に遊んでくれる友達を探す際、どうすればいいでしょうか今の時代だと、Twitter のハッシュタグを辿ったり、Discord のサーバーを探すなどでしょうか以前、スト4も軽く触ってみたのですが、やはり格ゲー友達ができず、一人で延々ランクマッチをするのが辛くてやめてしまいました。その経験から長く続けるには、一緒に遊んでくれる友達が必要かな、と感じています。 えー、同じように感じている初心者様も多いのではと思い質問させていただきました。あ声小さいこれでどうだろう梅原さんの時とは時代も環境も違うので難しいと思いますがよろしくお願いします。大丈夫これで声は大丈夫ですか声大丈夫小さい嘘 あ、猫あこ、これでいいあ、猫の幸せだ。これでいいどう ?OK。でかいあれどっちどっちでかいあ、本当そう。あのー。 はい、はい、はい。えっ、ー、とね。これはね、でも確かにすごい重要なことだと思ってて。えっ、ー、とね。そう、やっぱ、一人でやってるとなかなかね、続けるの難しいだろうから。うん、だ俺考えたのはね、昔俺、俺もさ、スト2仲間、まあ俺はでも、友達がいなくても、 ゲーセン通ってたけど、まあそれは多分特殊で、普通は多分ゲーセンに友達がいないと、うんね、なかなか続けるモチベーションにならないと思うんだ、思うんだけど、あのね、昔そのビッキーズの 3on3 の大会に出た時に、えもともと3人組んで出るっていうのもあったんだけど、まあ当日斡旋してくれるっていうのもあって、で、俺友達にそのゲーム友達がいなかったから、 しててもらってたので、そうすると初対面の人とさ、大会だから嫌でも話をするでしょう。あれがね、結構当時は楽しくて、まあ、楽しいっていうか、まあ俺人見知りだったからそんなに積極的に話すことはできなかったんだけど、うーなんかね、お互い探り探り,探りさ、えな、キャラなんですかみたいな言ったりとか、あとは得意なキャラなんですかみたいな。だから、なんかそこでちょっと交流があったりとかして。 一番いいかなと思ってるのは、本当にレベルの低い人たち同士の大会だったりとか、そういう交流の、まあ、オンラインだろうけどね、この時期だから、を作って、その時に、こう、まあ、知り合いになってもらって、まあ、後々、フレンドとかになって対戦するとか、うん、まあ、そういうのがいいんじゃないかなと思うなうん。だから、なんかそういうイベントがあれば、イベント行ったついでに知り合いになるみたいな。 のがあるのかなっていう気はする。だから、ちょっと落ち着いたらね、そういうイベントをやりたいなとは思ってるんだけど、そうじゃないとなかなか難しいけど、でもこの時期逃すとマジでもうスト5は初心者をこう引き止める時期がもうない、来ないだろうから、なんとかしたいけどね。この時期をね。この時期をなんとかしたいね。 はい、って感じですね。なんか大会かなんかあるのはいいと思うんだけどね。初心者が出やすいような。はい。えー、っと、じゃあ次。えーん、ちょっと待ってね。 うんじゃあ、石川さんね。えー、梅原さん、翔平さん、こんばんは。私は格闘ゲームもゲームセンターも30代の半ばを過ぎるまで縁がありませんでした。すげえな。すげえ縁ねえな。三つど萌え戦の気迫と熱意に感化され、レバーを握った新参者です。あれ、大号倉シのことかな。そんな私ですから、えー、周りは普通の社会人ばかり。 一緒にゲーセンに行く指令もおらず、一人で CPU 相手に細々と続けていました。とはいえ、一人でプレイしていても味気ないもの。そんな時、SNS で初心者対戦会を開いているプレイヤーの方を見つけ、思い切って参加をしてみました。当日は仕事で遅れてしまい、対戦会自体に参加することは叶えませんでしたが、プレイヤーの皆さんと交流ができたのはとても嬉しかった記憶があります。 今では職場にもスト2経験者が、えー、世代なのもあってちらほらいることが分かり、時折ゲームセンターを同僚と訪ねては仲間とプレイする楽しさを味わっています。<laughs> 次は仲間と大会に参加することを目標にしようかなと考えていますが、梅原さんはどのタイミングで大会に参加することを決めましたかうん、まあ正直ね、<laughs> 俺の頃に比べると大会って出づらくなってる気がする。 うん。あの、俺の子供の頃に比べるとね、ゲームの大会っていうのは出づらくなってる。やっぱそれは、あの、レベルの格差というか、があるから、昔は結構みんなね、ワンチャン俺世界一強いんじゃねっていう勘違いをで、勘違いができたのさ。それ勘違いしてる奴らが集まるのが大会で、で、実際その大会の中で、うわ俺より強いやついるぜみたいな、 なんかこう感動と敗北感を同時に味わうみたいな。それが大会だったんだよね。でも今って、もうなんだろう、上手い人は本当に上手いし、初心者の人たちがやっぱその、自分よりも上手い人たちがたくさんいすぎて、なんか大会に出るのちょっと気遅れしちゃうと思うんだよね。しかも配信とかもあるから、 だ俺の時に比べると、俺の時代に、俺の、まあその子供の時に比べると大会はめちゃめちゃ出づらくなってるなぁとは思うけど、まあこの質問に答えると俺は自分が世界一強いっていう勘違いを小学生ぐらいの時からしてたから大会に出る理由は その世界最強であることを証明するっていう動機で出た。あでもまあ一回戦負けとか二回戦負けだったんだけど。うん、だそういう勘違いができたから大会出れさたみたいなところあって、うん。でもやっぱり、まあ、俺なんかはちょっと特殊で大会、まあ、全くないってなっちゃうとささに困っちゃうけど、まあ大会があるから頑張るみたいな、えー、モチベーションの人間じゃないから。 まだいいけど普通の人はやっぱ大会があるから頑張るみたいなそういう感じじゃないゲームがモチベーション維持するのってだからうーんまあ用意用意されてるといいよねそういうゲームの大会とかねうーんやっぱ出ると楽しいと思うしね俺なんかもう大会慣れちゃったからさそんな斬新さとかないけど普通に考えるとやっぱ 自分が練習してきたもので、ねそういう大会っていうかね、あるとやっぱ楽しいだろうから。うん、そういう場があるといいよね。うん。あの興奮は一度味わるとやっぱり病みつきになると思うからね。今でこそ大会にそんなに俺は、ね、関心ないけど、若い時っていうかその、小学生とか中学生の時なんて大会も全部出てたからね。 大会あるって知ったらもう全部出てたからね。うん。だもう一生分出たから大会。だからもう逆に今はもう、あの、興味ない、あんまないんだけどさ。だからなんかこう、そういう環境ができるといいね。はい。えー、っと、じゃあ、ユアンさん。梅原さん、翔平さん、スタッフの皆さん、こんばんは。 初めてメールさせてもらいます。コロナで仕事がなくなり、路頭に迷っておりますが、いつも就寝前に楽しく聞かせてもらっています。もう受け付けてないかもしれないですが、第五座ベースと久々に聞きたくてメールさせてもらいました。梅原さんが今までで一番良い声だなと思った人を教えてください。声優でも知人でも大丈夫です。できれば男女別で欲しいです。少し涼しくなってきましたので、お体にお気をつけください。応援してます。 えー、浜県ですね。前にも言ったかもしれないですけど、浜県です。浜県浜県っていう、あの、人です。どこ、なんかね、浜松浜松の県使いなのかな多分。サード。サード、 だからね、ゲームはサートで、確か浜県浜松の県だった気がするんだけど、すんげえ声がかっこよかった。かっこいいっていうか、なんか低い。ものすごい低い。うん。浜県ですね。女性は誰だろうな女性は誰だろうねまあその、声量とかすげえなっていうか、 ので言えばそれはなんだあの声優の上田さんとかさ、すげえだと思うけど。ねやっぱ上田さんとかになんのかなでもな。まあいい声ってな、難しいよね。女性のいい声って。はい。まあそんな感じです。えー ええと、じゃあ次、徳また徳明さんです。梅原さんこんばんは。先日授業をくださった対空の仕組みと習得方法、とても面白かったです、えー。特に人と比べないという格言がとても響きまして、周りでも感銘を受けまくっているようです。そこでお願いがあるのですが、サイン色紙が欲しいです。直接欲しいのはもちろんですが、色紙に人と比べない梅原と書いて、 梅原さんがにっこりしている色紙を持っている写真をアップしてください。その写真を見るたびにもっと格ゲーが頑張れると思います。また、私と同じ気持ちになってやる気に、えー、活力をくれると思います。写真、どうかよろしくお願いします。えー、いやーです。 えー、ヤースさん。えー、格闘ゲームでちょっと今成長が止まっているなという時によく本や映画を見たりすると全然関係ない分野のはずが発想にインスピレーションが出て勝てるようになったという経験はないでしょうか僕はよく歴史小説を読んだ後に格ゲーをやると読みが深くなっていたりする経験を えー、してまし、あ、しました。梅原さんも日々の行動がすべて格言につながっていそうな気がするんですが、どうでしょう。うーん。<coughs> そうだなうーん。なんかでもある気がするな。パッとは出てこないけど。うーん。 なんかそういうのあるよね。ゲームにも活かせそうみたいな。うん。でもな、漫画とか小説からはないかなでもなんかま、あ、でもあるかな漫画のキャラクターの名言とかで、なんか、うわ、これはなんか格言にも言えるよなみたいな感じで、一時的にちょっとこう、 やる気になったりするっていうことはまああったりするけど、パッと出てこないなうん、でもこういうのはあるよね、実際。でも思い出してないってことは多分そんな重要じゃなかったんだろうな えっと、じゃあ、シドさん。梅原さん、こんばんは。梅原さんがゲームの話を語るときに、プレイヤーとしての感覚と、作り手の考えることを分けておっしゃっていることが多く感じます。私はゲーム開発を職業にしているので、いろいろな感想を目にしたりするので、そのバランスを持てるのは、稽古な印象です。 まあ、かっこ、そもそも論で言うと、プレイヤーは作り手の気持ちを考える必要はないので、どういう意見でもありがたくいただくのですが、いつ頃からそういう開発者の意図について考えるようになったんでしょうかまた、きっかけとして何かありますでしょうか時間があればゲームを作ってみたいとか、開発に参加したいか、どういうものを作ってみたいかなどあれば、お聞かせ、えー、いただきたいですと。うーん <laughs> うん、これはね、えっと、俺のね、知り合い、かなりこう、まあ仲良くしてた、してたっていうか、まあ今でも、け別にその継続してるんだけど、その人がね、ゲーム作りをしてたことがあって、まあその人から、あ開発者はこういうつもりで作ったんじゃないか、みたいな話を聞くことがあって、あ、なるほどなって,って、思っ っていうのが、まあ多分きっかけだよね。だからその、それまではゲームの作り手側の意図とかっていうのは考えることってのは全くなかったんだけど、うん、なんかそういうゲームを作ったことのある人が知り合いにいると、ああ、なるほど、そういうふうに考えるのか、みたいな。うん、っていうのはなんかきっかけとしてあるよね。で、ゲームを作ってみたいかっていうと、 あの、ほら、なんだっけ、それこそさ、えっ、ー、と、ワールドトリガーとか、まあ、あとは呪術廻戦とかって、まあ、あの人たちって、絶対ゲーマーだと思うのね。まあ、ワールドトリガーはま、言わずもがまなんだけど、呪術廻戦とかの人も多分この人ゲーム好きだろうなって感じがして、なんか、あれってゲームじゃないけど、ちょっとゲームのルールを、さあ、その、このゲームはこういう、 ゲームですよっていう、その骨組みを作る感覚に近いと思うんだよね。あの、その世界観っていうか、えっ、ー、と、なんだっけ。あの、呪術廻戦にもさ、縛りとかあったりとかさ、ねなんかルールが結構あるじゃんなんかああいうのってゲーム作りに感覚多分似てんだろうなとかって思うんだけど、それで言うと、まあ自分の考えたルール内、ルールで遊んでもらうのっていうのは、すごい快感だろうなって、 思うよね。自分が考えたルールで遊んでもらうってすげえ快感だと思うけど。うんただまあ、あのー、向いてないと思う。集団行動っていうか、なんつうんだろうな。チーム、チームワークがないからね。ら例えば俺がすごい、こう、いい音楽を作れるとか、いいシナリオをかけるとか、 いいグラフィックをあれするとかっていう一個の能力に特化していれば、そのこう役割の一つとしてやるっていうのはあるかもしれないけど、多分、この話だと多分自分が企画する側って話だと思うから、それだとチームワークが取れないから無理だろうなって思う。うん かなでもまあ、クリエイターっていうか、やっぱ漫画にしろ、ゲームにしろ、さあ、なんでも、なんでもいいんだけどさ、映画でもなんでもいいんだけど、その、面白い作品作る人はマジで尊敬するわ。本当に。まあ、俺がゲームとか漫画好きだからっていうのあるかもしれないけど。うん。えーと、じゃあ次。 えー、WAS さん、えー。以前のラジオでマラさんが人に嫉妬しない方法として自分のせいだからと考えるようにしたら嫉妬しなくなったというようなことを言っていたと思いますが、それを続けていると自己嫌悪に陥ったりはしない,でしないのでしょうか自己嫌悪になる場合、それの対応策は何かあるのでしょうかうーん。 えっとですね、結論から言うと自己嫌悪にはならないんだけど、自己嫌悪になっちゃう人もいるのかなうんならないと思うけどね。なんか俺あの、イライラしてたりとか、うーんと、イライラしてたり、なんかこう、負の感情がこう渦巻いてる時っていうのはね、 9割以上っていうかもうほぼほぼ全部そのなんだろう自分のせいっていうかあ自分が悪いんだとかね思えば解消されるんだよねうんなんであなんでなんだろうなうーん 例えばえ、なんだろうな。ちょっと、普通のちょっとじゃあその思考の流れが違うのかな。その話でいくと、人のせいにしてた方が心の平穏を保てるっていうことになるよね。もし、その自己嫌悪になってしまう人っていうのは、人のせいにしておいた方が自分の心が 平穏でいられるってことだよね。それは全くないんだよなっていうかその、え、自分のせいって認めるって、無敵だと思うんだけどね。多分自分のせいにするって、 っていうことのが本質的に多分ちょっと違うんだろうな。ああ、これ俺が悪いな。っていうか、その反省って気持ちよくないそもそも。そもそも論として。反省って気持ちよくないうわあ、これ俺が悪かったなーっていうのって気持ちよくない 自分の非を認めるって気持ちよくない例えばだけど、えっと、じゃあ、うん何か大きな、えー、大きな事故がありました。で、その事故は、で他人のせいだと思ってた。他人のせいってか、誰かが他人がやったことだと思った。で、あいつとんでもねえミスしやがったなって、 思ってたんだけど、実は自分のせいだということが発覚した。これは嫌だってのはわかるのよ。誰か別のやつのせいで起きた出来事、なんかその悪い出来事があって、なんかこう、他人事のようにしてたら、実はそれ自分のせいだったっていうことが発覚したっていうのは、えっ、ー、と、すごい、なんだろう、嫌な気持ちっていうか、 罪悪感を感じたりするような気がするんだけど、うーん、結局さ、その、なんで自分のせいだって思うことが、えー、無敵だって思うかっていうと、自分のせいではないじゃん。<laughs> なんつったらいいんだろうな、ちょっと矛盾するんだけど、ああ、これは自分のせいだなって思うってるんだけど、本当は別に自分のせいじゃない。 っていうか、自分のせいだけなわけないんじゃん。でも、それをあえて、その全部引っかぶって、いや、でも俺が悪いんだなって思うっていうのが、なんかね、自分で自分のこと好きになるのよ、ちょっと。お前、偉い。これを自分のせいにできるお前、偉いよって、俺が俺のことを褒めるわけ。で、全部帳消し。で、全部帳消しになるわけ。 うーんこの問題って誰が悪いのかなえ、え、いや俺が悪いってやると、なんか気持ちいいんだよね。うん。ああ、いやいやいや、ってこれはいいや、じゃあ俺が何とかするかって思えるから。あ、もちろんあれよ。俺が悪いって思って放置はしないよ。俺が悪いって思った以上は、その後に前向きな対処をするんだけど。うん。ああ、でもみんなそうじゃないんだね。俺全部それだよ。 全部俺それ。全部それだわ。あ、俺が悪いなぁって。あ、俺が悪いなーって思った俺偉いなーっつって <laughs>。それの繰り返し <laughs>。あ、次から気をつけようとか、次からもっと良くしようみたいな。もうほんとその,その繰り返し。うん。あ、でもそういう風に思えない人もいるんだなー 全部それだけどな俺が悪い反省が好きだからなんだろうな反省って気持ちいいと思ってるから いやでも、いやでもそんな、え、人のせいって不快じゃないその、人のせいにしている時の自分の心ってなんか、清ががしくなくないよどんでない心が、そういう時って。気持ち悪くないあの、 現実で言うとなんか風呂入ってない状態。なんか汗ベタベタしてるような状態じゃないかな。あの、どんなにごまかしてたとしても、なんか人のせいにしてるときって、胸がザワザワすると思うんだよね。人のせいにしてるときにマジで気持ちいいってなってるやつって、いないと思うんだよね。うん。だから、え、気持ち悪い ことをやめればいいじゃんって思うんだよね <laughs>。それ気持ち悪くないだから風呂入っ、いや、汗ベッタベタだからさ、シャワー浴びたいじゃん。心のね、心のシャワーを浴びたいでしょでも、そこで人のせいにしてたらね、汚れたまんまだから、 なんでなんだろうななんでそれがちょっと例え悪いんだけど、あの、人のせいにし、自分のせいにするってね、ちょっとね、あの、なんか、まあ俺最近でこそさ、もうないんだけど、昔さ、若い時って、酒飲むとさ、すぐ気持ち悪くなって、吐いてたわけ。吐きたくなってたわけ。まあ最近だとないんだけど、でも、あれもさ、吐いちゃったほうが楽じゃん。 あの、吐いちゃった方が楽じゃん。酒飲んでさ、気持ち悪いなって我慢しながらさ、いやでも吐きたくねないなって我慢してるとさ、ずっと気持ち悪いまんまで、あの、吐くとさ、すげえ楽になるじゃん。吐いちゃうと。一瞬大変だけど。そう。それと一緒なんだよね。わ、まあ、なんか気持ち悪いな。なんだこの問題。これ気持ち悪いなーっつって。 なんで気持ち悪いのかなと思った時に、あ、俺これ人のせいにしてっから気持ち悪いんだなと思って、あ、じゃあもう入った方が楽だなっていう感じで、あ、もういいや。これ俺悪いって感じなんだよ、多分。感覚としては。それででもなんか、損することないけどな。損したことないけどな、自分のせいだなと思って。あ、これでも人によって違うんだなすげえ勉強になるわ。誰もが自分のせいにしてれば、<laughs> なんか問題解決するかと思ったなそれでも俺は悪くないあ俺は悪くないいや悪いでいいじゃん <laughs> 悪いでいいじゃんって思っちゃうんだよな。悪くないっていう主張って。いや、あの、あれよ。殺されるとかだったらやだよ。裁判とかでさ、お前が、もうその俺の罪が、俺が罪を認めた時に俺死刑になるとかあったら、それはもう全力で俺は悪くないって言うと思うんだけど、現実世界ってさ、むしろさ、逆じゃん。俺のせいだって言ってる奴って、どんどん状況良くなるじゃん。むしろ。 むしろどん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 そいつの環境って良くなっていくじゃん。あ、これ俺のせいだなって思ってるやつの環境って、どん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 良くなっていくって、俺のせいじゃねえって言ってる奴の環境でどん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 悪くなっていくじゃん。現実って。そう。なのになんで俺のせいじゃないよ続けるのかなって思っちゃうんだよね。もう、もう良くないっていう。もうそろそろ気づいたでしょこの人生というゲームで、俺は悪くないって言ってると損するんだっていう。あの、 自分の中の、その問題解決方法が、俺のせいだでもいいし、俺のせいじゃないでもいいけど、俺のせいじゃないって言ってると、周りからは、というかその、環境は悪くなってくるよね。自分の心の平穏が保てるか保てないか置いといて、周りの目は冷たくなってくるよね、どんどん。それは間違いないじゃん、だって。 それは間違いないなでしょうんだからなんかねとっとと自分のせいってことにしちゃえばいいのになっていう。 思考形容になっちゃうのかなまあでもまあ俺ずぶといのかなその意味ではな。多分そのあれなんだよな。俺の思考回路の多分最終到達地点が違うんだよな。俺のせいだっつった後に、真面目な人たちは反省つうかその、だからおとなしくしようとかになっちゃうんだろうね。あー俺のせいだ。皆様に顔向けができませんってなっちゃうんだろうね。俺それねえからな。俺のせいだけど別にいいやっていう。<laughs> そこの図太とさがあるかどうかは結構大事な気がするな。俺のせいだけど、俺はお前らに対しては別に何もしないぞっていう。うん。ああ、俺のせいだなでも俺は好きに生きるよっていう。<laughs> そこなんだろうな、多分な、違うのな 俺のせいだから皆さん申し訳ございません。ちょっと僕はもうしばらくこう、人前に出るのやめときます。とかじゃないんだよな。俺のせいだごめーん。じゃあ、今後もよろしく、みたいな。<laughs> そこだな、多分。うん、次から、次から気をつけるわ、みたいな。そこの差がありそうな気がするな。 いやでもそれぐらいの感覚でいいと思うけどな。別に命まで取られるわけじゃねえし。ほんとに。いやでもこの話、いや、俺ちょっと俺勉強になったわ。そうなんだ。自己嫌悪になっちゃうんだみんな。 クソどうでもいいじゃん、他人の、他人とか <laughs>。マジで死ねよって思えばよくない全員。なんか言ってきたら。うるせえな、死ねよって。全然関係ないじゃんね。いや、それ家族とかだったらきついけどさ、家族とかとの、家族とかにさ、なんかすげえさ、責められたりさ、 すると嫌だけどさ、俺もね。まあ、俺、うちの家族はそんなんじゃないけど、なんか、他人がさ、じゃあ、ああ、俺、これ俺,俺が悪かったなー申し訳ねえなーって思って、そこにさらになんか追い打ちかけてくる奴がいたら、うるせえな死ねえよって。本当はてめえのせいだからな、ボケがっていう。でも俺は俺のせいってことにしてるんだよ、この、アホっていう。<laughs> それでよくね、もう。 もう俺の中ではお前もう150回ぐらい死んでっかんな、みたいなさ。<laughs> それでいいと思うんだよな <laughs> いやでも俺は俺のせいにしてるよっていう。<laughs> いや <laughs>。全く自己嫌悪になんないけどな むしろなんか自分のせいにしてるときにやっぱ一番自己嫌悪になっちゃう。ああ、俺これ人のせいにしてたなーっていう。あ、俺一人のせいか。これ人のせいにしてたなーっていう。うん、強、強さ、強さなのかなー。 <laughs> 人の足を引っ張らない。ああ。いや、だ一緒じゃん。人の足を引っ張るっていう行為も、胸がザワザワするでしょ。結局。まあ、人のせいにするって言ったらそういうことだからね。うん 人の足を引っ張ってる時にさ、あーこれ俺、つまらん生き方してるなーって思ったらつまんなくなっちゃうからな。まあ、性格もあんのかもしれないけど。田中のドレスにお酒こぼしただけ誰のせいだった。それはまあ。 うん。酒が悪いんじゃないかな。いや、結婚式が悪いんじゃない結婚式が悪い気がする。そう。 いや、っていうかもう、そんなのはさ、俺のせいすぎて、俺のせいって思う必要もないよね。そんなもん、俺のせいすぎるじゃん。そんな、俺のせいすぎることはわざわざ俺のせいだなんて思わないは。いちいち。あまりにも俺のせいすぎて、逆に俺のせいじゃないんじゃないって思う。 あまりにも俺のせいすぎて、これはもうしかして俺のせいじゃないんじゃないかっていう。ただ、表面と、表面上は、あれよ、俺のせいにするよ。表面上は俺のせいにする、一応ね。あ、いやー、ごめんね。いやー、ほんとごめん。って、表面上は言う。でも内心は、でも悪いのは多分、結婚式。じゃねえっていう。内心を持ってる。 <laughs> 俺が悪いってほんとはどうかなうんそうあまりに俺のせいの場合はうんいやでもね結構ねそのこう 結構おすすめだけどな、そのなんだろう。ま、俺の聖田理論もおすすめだし、あとは、えっと、謝って、例えばね、あ、すいませんでした謝って、文句がれた時にうるせえ死ねよっていう内心思うのは結構楽しいよ。面白い、おすすめ。そこで、あ、すいませんってなるんじゃなくて、いや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 、お前死ねよって。 お前、俺は、あえて俺のせいにしてんだよ、バカな。っていうのを内心思うのかなり面白いからね。ちょっとやってみてほしいわ。あの、腹の中でちゃんとめちゃくちゃ見下してほしい、そいつを。そう。こいつアホかよって。お前、俺が俺のせいにしてんだからもういいだろっていう。<laughs> 内心で、お前何なんだよ、みたいな。 その髪型何なんだよとかさ、もう。ねお前のその食ってる今日の飯なんだよみたいな。もうそんなんでいいと思うけどな。でも表面上、ね。いや、ほんとすいませんでした、つって。<laughs> そんなこと言う機会もねえけどな、最近。そんな、そんな、もう,もう久しくなんかそんな、怒られたりとかしてねえなうん。久しく怒られたりとかしてねえな 本当に、でも大変だろうな、そんな。そんな、何でもかんでもこっちのせいにしてくるやつとの。そう、これから俺が謝るときは内心そう思ってるんだって思ってほしい。俺はどんなに神妙な面持ちで謝罪したとしても内心は死ねえよって思ってるから。内心はね。でもこれ内緒ね。 内緒ね <laughs> でも結構図太とく生きてるやつだってそうみんなそうやってる気がするけどな。ね。 あのこう衝突を避けるっていうかさこう現実世界での衝突は避けておいて自分の精神,性精神世界で100ゼロつけてるっていう相手に結構そういうやつが多いんじゃないかなと思うんだな、ね、現実世界ではさ俺が謝ったっていう形をとるんだけど俺の精神世界だとお前ねえ 256回やつだけになってるよみたいな。で、それで結構ね、解決すんだよな。お前、俺の精神世界でどれだけの回数死んでると思ってんのみたいな。うん。俺、だから、あの、言ったことあったっけ俺、口論しないんだよね。俺、口論しないのよ。 この話ってしたことあったっけ俺、口論ってしないのね。うん、そう。口論しないの、基本的に。そう。で、えっと、えー、めんどくさいじゃん。口論って意味ねえなと思ってるから。で、口論しないの。で、あー、なるほど、そうだね。あその通りだね。つって話し合わせて、内心で、こうう、まあ、だ、死ねえよだよね。<laughs> 死ねよっていうか、死ぬよ。 あんた死ぬよっていう。いや、実際さ、あの、なんだろう。口論しようとしてくるやつって、やっぱ、ダメなやつだよ。<laughs> 実際。で、ほほっとけば勝手に死ぬんだよな。自滅すんだよな。こっちが別にわざわざ口論付き合わない。口論っていうのはさ、その場でさ、意見をさ、ぶつけ合ってさ、相手をやっつけようっていう、 ことなわけだけど、放置しとけば勝手に落ちてくんだよ。だってそんなやつさ、好かれるわけねえから。俺それ知ってるからさ、口論しないの絶対。口論しないの。あ、へえ、そうなんだ、うんうん、そうだね、そうだね、つって。はいはい、そう、もう、もう、正しい正しい、しいっつって。で、内心で、あ、こいつ死んだなっていう。ほっといてもこいつは死ぬなっていう。 サンタロウ死んだえサンタロウさんなんだろ抗論してんのサンタロウさん抗論してんのんああ、向きになる。あ、まあ、向きになるよね、あの人ね。あの人結構向きになるよな。確かに。 そうなのよね。だから、そっか、いや、でも、いやいや、今日は勉強になったな。なるほどな。真面目なんだな、みんなな。なんかさ、自分の中にさ、一個さ、想像したらさ、もう、どんな、どんな罵詈雑言言われてもさ、自分の価値だなっていうさ、とんでもない、 処刑方法をさお、あの、持っとくといいかもしんないよ。あの、なんだろう。こう、自分のお気に入りの武器でさ、自分のお気に入りの武器で、そいつを、こう、もうすべて、すべて奪う、そいつから。もう、 人間としての尊厳とかを完璧に、完璧に奪って、最も苦しいその地獄を味わわして、で、なるべく苦しみ抜いて殺すっていうのを、そいつに文句が言ってるときに想像するっていう。それをなんか自分の中にその、スペシャルブローを持っておくといいんじゃない 死ねよって気持ちを確すのはどうすればいいですか <laughs> あこれをね、おすすめなのはね、やっぱね、あの、笑う、笑うっていうのはやっぱ強いよ。笑う。笑うって強いよ、顔で。無理やりでもいいから、顔をこう。 ニコってすると、結構ね、効果ある。<laughs> ただ、ただね <laughs>。いや、あのさ、俺ね、でもね、これ実際やってたんだよ、昔。ジャンソ荘でさ、嫌な客いるじゃん。で嫌な客いたときにさ、俺、想像の中でさ、もうそいつのことめちゃくちゃバカにすんのね。 嫌な客来たら。で、我ながら結構センスのある罵倒してるなっていう時があるのよ。そういう時に俺顔に出ちゃって笑っちゃうわけ。にまーっつって。すと、なんでもなんで笑ってんだよ。もう気持ち悪いなとかって言われるんだけど。そう、だから、バレるとやばいよね。あの、怒られてる時に笑顔になり始めて、実は内心、そいつのことをむちゃくちゃバカにしてるっていうのがバレるとまずい。 バレるとまずい <laughs>。うん。バレるとまずいね。<laughs> でもなんか、上の空で怒られてる時に毎回上,上の空でさ、笑顔になるやつって、ちょっとお怒りたくなくなってくるよな、相手も。 怒りたくなくなってくるよな。<laughs> <laughs> こいつなんか怒るたんびに笑ってんだけどっていう。 ははははハはうん。いや、結構 <laughs>。いやー、これは結構勉強になるな。 飲んでないよ全く飲んでないよ全く飲んでないリスナーのことしねよって思った思わないよ 思、思わないでしょ。<laughs> それ <laughs> 俺別にあの、やばいやつじゃないからね。だからその防衛方、防衛方法としてのそういうシねえよがあるってだけで。 てかね、あのね、やっぱ、そう、文字には起こらん。文字には起こらんよ。 <laughs> 相手が男だなでも、ブラジャーつけてるじゃんってものがいい <laughs>。それ強いな。それ強いね。あ、それいただきだな <laughs>。それ強いな。天才だな、それ。 あ、それ強いね。これは強くない <laughs> あ、それいいね。あ、やべえ。これは、すごい、結論出ちゃったんじゃないこれは強いな。 声がずっと音割れてる。あ、ほんとそうなのじゃあちょっと、名文字に直してもらうね。 なんまあお、声がでかいと割れるっていうことだよね。うん、まあ、それはそうみたいね。まあ、近々直しに来るらしいから。はあ、まあ、こんなとこかな。でもな、メールは全部読ん、全部じゃないけど、まあ、一通り読んだかな。 あ、イラストはね、えー、っと、イラストはじゃあ今度のラジオでまとめて出すね。ちょっと今、これちょっと準備がいるから、イラスト出すのは。ね。 あ、おすすめ系。おすすめ系はね。おすすめ系か。ちょっと待ってね。これも結構あるんだよな。まあでもこれもまたじゃあ別の日にするか。今日結構やったもんね。 よし。明日、明日大会だね。そういえばね。明日大会だね。あ、あれ新店行ったよあれ言わなかったっけその話。新店行った行った。すげえうまかった。すげえうまかった。そう、トップ8までやるんだけど、えっと、シングルエリミの二先シングルエリミの二先。 大会で負けないでブラジャーつけてることにする。いや別にそんな、ムカつかないしそんなに。あ、いるキャラハイはあさってかな土曜日でしょシングル2咲きのオンだから相当荒れる。うん、まあそうかもしんないね。でも大会あるだけありがたいよね。そうは言ってもね。 ラグがひどかったらムカつかない。いや、大会あるだけありがたいって思う。思うんだ。すごいだろう。すごいだろう、この考え方は。自分のせいじゃないからね、これは。で、どうするか。いや、大会あるだけありがてえな。これよ。これ。だって、大会なく、な,なく、ないのは普通だからね。 逆にどういう時にムカつきますかうーんどういう時だろうなぁ本心はラグしねよいや思わないね別に他にも大会あるし他にも大会いっぱいあるし いやって冷えたチャーハン食わせたときは、いや、俺が悪いなって思うね。冷えたチャーハン食ったときも。あ、俺が悪いなーって。だって、初めて入る店だよ。初めて入る店で、チャーハンがあったかいか冷たいかなんて分かんないのに、あったかいと思い込んでた俺が悪い。ああ、俺の店だなって思う。うん。 まあでもまあ死ねよって思うけどね。俺のせいだなでも死ねよって思うね。でもまああの。 嫌なことがあったら面白く捉えるっていうのがもう癖になってるね。どうしたらこの嫌な出来事を面白く受け止めることができるかっていうのがなんか習慣になってる。冷たいチャーハン食ってさ、ガチ切れしてたらなんかバカバカしいじゃん。いかにその冷たいチャーハン食ったことを面白い出来事、面白い出来事として捉えるかっていう。 いやストレス全くたまんないよ。ストレス全くたまんないでしょ。冷たいチャーハン食ったぐらいじゃ。<laughs> 最後に怒ったのはね、いつだっけなぁ。怒ったって、でも、いや、怒んねえ、怒んなくね怒るってなかあったかなぁ。フランス飛行機は怒ったね。あとは、荷物が届かなかったりとか。 全然わかんない。孫さんのルービー事件は起こったね。<laughs> そうそう、結構前だしな。250ラーメンは全然、なんか、すごいなって思った。すごいなーっていう。 大会を超えて出場できなかったやつ。あ、全然怒んない、全然怒んない。だから、初めての経験だなと思って。うわ人生初だったのよ、俺、失格になったの。失格になったことはなくて、それまで。あついに来たと思うついに失格になったと思って。面白かった。 機のトイレ使う少なかったやつもまあ怒ったね怒ったってか怖かったねあのー、ラーメン屋ああそういうのはねえーっとねあの一回ね 怒るっていうか、まあ、イラついたってことで言うと、すげえ昔に、すげえ昔なんだけど、もう何年、ん何年前だろうな。な俺が、原宿のジャンガルによく行ってた子だから、十、十五年、もっと前か。十七年前ぐらい。十七、八年前ぐらいに、いた、なんかね、ちょまあ、正直ちょっと態度の悪い店員がいたのよ。俺の目から見てね。 で、あの、替え玉を頼んだときに、えっ、ー、とね、今って、なんか、お皿に入ってくるんだけど、替え玉って。お皿に麺が入ってくるんだけど、あの、その頃はね、あの、この網に麺を乗っけて、そのまんまこう、ちゃっちゃって湯切りして、パってそのままその、そのままこう、どんぶりに入れるみたいな。 その頃っていうか、そういう時期の方が多分長くて、ジャンガーナの替え玉って。で、あの、その当時、原宿もと当然そのやり方あったんだけど、その俺が態度悪いなと思ってたのが、あのね、湯切りしないで入れてきたのね。替え玉を。で、どうなるかっつうと、めちゃめちゃ味が薄くなるんだ。ただでさえさ、替え玉って味が薄くなるのに、めちゃめちゃ味が薄くなって、それは結構、 結構ね、イラッとした。うん、それは結構イラッとした。これ、あ、これ、あれ、これ、クレーム言っちゃおっかなーみたいに初めて思った。これ俺言ってよくねっていう。うん まあでも言わ、<laughs> 言わなかったなただ、いつもは替え玉して、2回替え玉してたんだけど、その時はだって味がもうしねえから、1回しか替え玉しなかったなもういないけどね、その店員はね。結構昔の話だから。 俺かすさんの布団の人型の話とか俺が悪いなーって。なるね、多分俺が悪いなーって、それなる。それはね、多分なる、俺。<laughs> その点、いや、ブラしてなかっしてたのかなぁ。 そう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 それ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 、うん、<laughs> それでそれで俺かさんブラしてるって思ったらもう何が何だか分かんないでしょ。 意味が分かんんなないもんなんぐちゃぐちゃになりすぎでしょそれ <laughs> ぐちゃぐちゃにしすぎでしょそれ思考思考回路が壊れてるでしょまあまあまあそんな感じかえー、っと,じゃあちょっとっ出した体 1回だから、まあ、配信はしないだろうなぁ。何時からだっけあし試合い。3時とかだよね確か。3時、7時とかであったかな違ったかな ?16 時よ ?4 時、7時か。そしたら。4時、7時ぐらい俺がめちゃめちゃ喜ぶこと。なんだろう ああ、違う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 。SFL じゃなくて、えっ、ー、と、ジェスの大会。てか、なんかみんなジェスの大会マジで知らねえんだなジェスの大会みんな知らねえんだなそう,そうそう、ジェスです。16だから。まあ、配信はしないかな、明日はな。 配信はしないかなーえー、っと、そうすると、今日が、金曜日で、明日が、あ、違うか、もう開けてんのか。明日金曜日で、土曜日は、あれか、ゆるキャラ。だからゆるキャラがあるから配信しなそうだな日曜日は日曜日は、日日は勝てたら、ジェスの大会か。 勝てたら十三の大会だね。負けてたら配信するかもしんないね。って感じかな予定としては。ね。ねえ。はい。じゃあまあそんな感じで、また、誰かやってるよ、今。レイドしようかな。 R どぐら ?51? まあ、あ R にしとくか、じゃあ。最近やってねえもんな。オッケー あ,あそうなんですか。そう。やっぱ、まあまあまあ、内部でね、全部は、まあ、小川 PTA の会長だって聞いても。小川 PTA の会長でもあるし、<laughs> えっとあ、そうですか。